ゾーンミシーはるか、ことね、まほ、私たちはセゴです。皆様にご報告がございます。この度、私たちセゴはセゴリシャスボリューム2を開催決定しました。しかも、場所が大阪です。3月29日の日曜日です。受験生の子たちが来れないっていう声があったので、その受験お疲れ様でしたっていうのも込めて、私たち一生懸命ライブするので、よかったら今回来れなかった方とか、大阪で東京のワンマンライブ来れなかった方とかいましたら来てください。そして東京のチュアのみんな、一緒に遠征しようぜ。イエーイ。大阪のこちらになっております。はい、はい。で、オープンが12時、スタートが1時です。で、5時に完全撤収ということになりますので、そちらお時間メモしておいてください。はい。ちょっと今回はね、遠征組のためとか、あとは日曜日なので、ちょっと時間が早まっておりますので、そこだけお気をつけください。3000円プラスワンドリンク、前回と同じ価格になっております。終演後の物販あるんですけど、そちらでもグッズとかチェキとかをやらせていただくので、そちらもお楽しみにお待ちください。で、ワンマンライブの定員は200人。前回よりも50人増えました。ありがたいことにね、前回好評で150人超えてしまったので、今回は頑張って200人を呼びたいと思うので、皆さんお友達とかと一緒に来てね。お願いします。内容は、まあ、ボリューム1の時と同じのもあるんですけど、なんと新曲を発表します。絶対楽しめる曲なので、チュアとチュアで楽しんでワンマンライブ盛り上げていきましょう。イエーイ。また2つあります。まず一つ目は、はい、テレビチケットです。はい、はい、でこちらもね、もう言っちゃう、公開しちゃうんですけど、はい、1月と2月がはるかが1月の誕生日、2月がまほの誕生日なので、うん、誕生日会というのを含めまして、はい、引き会をまた別で開くことになりました。はるか、まほ、お誕生日チェキ会は1月26日日曜日、場所は神保町イベントスペースというところです。詳しい場所は、概要欄に URL と住所を貼っておきます。で、このイベントは2部制で各50人ずつ定員です。詳しい時間とチケットの購入方法は随時チェゴの Twitter の方で報告しますので、皆さんぜひチェックしてください。またこちらのイベントでワンマンライブのチケット、手売りチケットを販売いたしたいと思いますので、皆さんよかったら来てください。2つ目はネットチケットです。はい、はい、こちらはですね、ネットでチケットの購入ができるんですけど、こちらのチケットの購入方法は後日 YouTube にあげますので、そちらもお忘れなく、お見逃しなくチェックしてください。はい、でこの間と同じで、手売りチケットが50枚、ネットチケットが150枚ですね。で、手売りチケットが1から50、ネットが51から200っていう感じで、入場順になりますので、そちらご注意ください。ということで、今ワンマンとチェキ会の2つのご報告をしたんですけど、チケットが先着順だったりとか定員があったりとかするので、皆さん、私たちもいっぱい告知するので、よかったら皆さん友達とかに言って、友達の連れて来てください。ということでね、11月にワンマンライブ成功して、およそ4ヶ月後に大阪で50人増えた200人仕様のところでワンマンライブできるのすごい嬉しくて、私たちもすごい気合い入ってますので、皆さんお楽しみにお待ちください。そしてグッズもね、まあ、タオルの再販だったりとか、うん、新しいのができるかもしれないですし、そちらはまたね、3月近くなったら Twitter とかで報告するので、こちらコメントにお願いします。めちゃめちゃ頑張るので、皆さん来てください。来たいよ。お願いします。はい、それでよく Twitter とかインスタとかコメントで、なんか一人で来るのが不安なんですけど、でも行きたいんですけどみたいなコメントとかよくいただくんですけれども、
チョアのみんなは本当に優しい子たちいっぱいなので、あのすぐにお友達ができると思います。絶対にできるよね。実際にできた子とかもいるので、なんかそういう部分では全然心配しなくて大丈夫です。東京から来る子は気をつけてくるんだぞ。それでは1月のチェキ会、3月のワンマンライブでお会いしましょう。以上、サンタ雪だるまトナカイでした。バイバイ。はい、ということでワンマンライブの報告でした。これは皆さん、これはチェコから皆さんへクリスマスプレゼントです。私たち全力で頑張りますので皆さん来てください。明日も動画を楽しみに。